いや前回メルウォーキーブリュワーズとのねワイルドカードゲームをやったんですけど、惜しくもねカージナルスは1点差で敗れてしまいましたね。はい、ということでこれでカージナルスは今シーズン終了ということになったので、これからねオフシーズンやっていきます。一旦あれかな、ポストシーズンを終わらせる感じになりますね。ナショナルズがインディアンスを下して2024年のワールドチャンピオンになったと。ナショナルズか、確かにナショナルズ結構レギュラーシーズンも良かったんじゃなかったっけな今シーズン。そうですね、ナショナルリーグ東地区の、1位で地区優勝してましたね今シーズン。まあ順当にいってワールドチャンピオンになったという感じでしょうかね。ということでじゃあ早速オフシーズンいきますか。まず引退の選手ちょっと見ていきましょう。いやでも結構やっぱ架空選手は多いな。あージャスティン・アプトン、ついにこの選手も引退か。いや能力下がったな、特になんか守備とか下がりまくってるような気するな。まあもちろん打撃系の能力もなんですけど、最後までエンジェルス一筋だったっぽいね。2018年から最後まで。なるほどね。でも最後も結構普通に試合出てたんだな。136試合だからね。結構、出場機会多かったみたいですね。っていうか、ホームラン36本か。いやいやいや。ちょっと待って、これキャリアハイなのでは？うわ、キャリアハイマークしてる。うわ、マジでか。それで引退とかもかっこよすぎるだろう。俺の役目は終えたって感じなのかな。いや、かっこいいな。あ、ジャスティン・ターナー、ヒゲのジャスティン。ヒゲもじゃのジャスティンですよ。あ、でも40歳までいたのか。でもこれどうだろうな。多分あれかな、まあ、ロサンゼルスドジャースからホワイトソックスに移籍をして、で、まあ、昨シーズン今シーズンはおそらくホワイトソックスの、まあ、傘下に所属してたって感じなのかな。能力もかなり下がってきてたからね。フェリックス・ペーニャ、この選手は今僕がねフランチャイズモードっていう別のモードでもね動画上げてるんですけど、そこで今エンジェルスにね先発の一員としている選手ですね。34歳か、ちょっと早い気もするけどな。34歳はホセ・アブレイユ、ここからもうポーエージェントマーケットっていうカテゴリーに入ってるので、まあ、どこのね球団も取らずにっていう感じで引退迎えたパターンですね。ペドロ・バエズ37歳、この選手もどこの球団とも契約せずに引退って感じですね。ベタンセス、ヤンキースにねいる選手ですけど、そっか、でもメッツに移籍してるのか2020年から。そっか、でニューヨークメッツでやって、で今シーズンはどことも契約せずって感じだったか。ジェイソン・カストロ、この選手もそうなんですよ、フランチャイズモードで今、まあ、マスクかぶってる選手なんですけど、そっか、その後オークランドでミネソタツインズかと渡って、で、まあ、2023年はどこにいたか分かんないですけど、今シーズンはどこの球団とも契約せずにだったんですね。お、D ゴードン、36か。36歳で引退か。まあ結構打撃能力は落ちている感じはあるね。走力もな、64か、だいぶ下がったような気するな。ダラス・カイケル、ダラス・カイケルもちょっと これは分からんな。ホワイトソックスに移籍して、でその後に、2021、2022、ずっとメジャーでの登板はなかったけども、まあ、最後のこのね2024年シーズンは
どこの球団とも契約せずって感じだったのか。そっか、トミー・ラステラ、この選手も今ねエンジェルスにいますけど、その後でもホワイトソックスに移籍してんのか、この世界だと。で、まあ、最後の2年間はメジャーでの出場はなしと。うん、前剣が引退か、ついに。うわー、また一人日本人選手が引退していくな。あ、去年まではツインズにいたんですね。ただ去年はなんかこう見た感じだと中継ぎの起用だったのかな。先発起用ではなさそうだよね、イニングとか見ても。で、まあ、契約しなくて今シーズン引退するという感じか。いやー、また日本人選手いなくなるな。あ、マイコラスも引退。元巨人にいたね、マイコラスですよね。あ、マイコラスもでもカージナルスにずっといたっぽいね、去年までは。で、今年は契約なしだったっていう感じか。確かに去年の成績、まあだいぶ悪いもんね。ダニー・サラザーも引退。35歳ですけどね。メジャー登板してない時とかも結構前の方でもあったっぽいけど。まあでも再度契約したりもしたけどって感じか。カルロス・サンタナ引退、38歳。カイル・シーガー。いや、結構多いな、今シーズンも。うわ、マー君も、うわ、これ、今シーズン、前剣に次いで、マー君もか。36歳。いやー、ちょっと早くない？マー君。あ、もうほんとヤンキース一筋だったね。まあ、昨シーズンもしかしたらヤンキースの傘下にいたかもですけどね。ここはメジャーの記録しか出てくれないので、その辺ちょっとわかんないですけど、今シーズンはポーエージェントマーケットっていうところにいたみたいなので、どこの球団とも契約せずにっていう感じでしたね。まだ36だったらなんか楽天とかに復帰とかするんじゃないかな。いや、なんか楽天だったらマー君取りそうだよね。いやー、結構今シーズンも僕も何人か知ってる選手が引退しているので、あとやっぱり日本人選手マエケンとマー君がね引退するっていう、いや、もうこれでほとんど日本人選手いなくなったんじゃないかな。あと多分残ってんの、多分大谷とあと菊池とぐらいかな。今思い当たるのはそれぐらいですかね。うわ、少なくなったな。いやー、2000本超えてるしね、余裕で。ホームランめちゃめちゃ惜しい。450っていう区切りのいい数字まであと1本だったね。いや、素晴らしい活躍だったな。じゃあオフシーズン進めてって、またあれかな、ジョンさんからチェックが入りますね。まあグッドシーズンだったけど、まあ、なかなかね、まあワイルドカードゲームで勝てなかったんで、まあ、結果的にあれも一応なんかポストシーズンのくくりにはなるみたいなんですけど、一応まあディビジョンシリーズとかね進めるチャンスはあったんですけどね、最終的にはそこまでいけなかったね。で、こっちはあれか、まあ個人成績のところですね。そっか、2年か、契約あと残り。そう、今シーズンの途中からね、まあ、ジョンさんには移籍したいっていう意向を伝えていたので、まあ、それについて、まあ、トレードの機会があったら移籍したいかみたいなことを言ってきてますね。まあ、これは、そうですね。一番上は、まあ、それがいいって感じで、まあ、真ん中は、まあ、ちょっと来シーズン始まるまでちょっと待とうか、みたいな感じですかね。で、一番下、いや、実はなんだけど、なんかまた、
またカージナルスのことが好きになってここにいたいぜみたいな感じになるので、もしねやっぱりカージナルスステイしたいとか、その今の球団に残りたいっていうことであれば、一番下選べば多分このフラグは多分なくなると思いますね。なのでこれは一番上ですね。さあどうなるかな。お、またジョンさんから来たぞ。お、アストロズ、うわどうする、アストロズか。いやでも面白いかもな、アストロズも。うん、まあ一番上はめちゃめちゃいいねって感じで、真ん中はあまあまあいい、いいわそれでっつって、まあ上2つはイエスですね。うん、で一番下はマジかよアストロズみたいな感じなんで、まあこれはいっちゃおう、いきましょうアストロズ。いやまさかでもこのタイミングでアストロズ他球団に行けるようになるとはな。来たぜ新しい球団、チャラいなチャラいな格好がもうホストじゃん高尾さん格好がホストだわ。これ監督ですね。うん、まあこれはもう何でもいいかな。うん、一応キャプテンにしとこう。今もうちょっとでゲージがね上がってティア3に行きそうなので、いやもう来てくれて本当ありがとうっていう感じで言ってくれてますね。いやもうありがたいけど、もうここはもうこれでしょう。あは調子乗ってんな、調子乗ってる、調子乗ってる返答だな。いやついに球団変わりましたね高尾さん。まあアストロズのユニフォームもうん結構似合ってんじゃないか実は。うん、なんかカージナルスのユニフォームよりも似合ってるような気するけどね。まあ一応ね背番号は今のところ28番みたいなので、まあまた背番号変わるかなこのゲーム背番号コロコロ変わるからね。まあでもとりあえず28番もらったんで、またここから頑張っていきましょう。うん、まあ、年俸は以前契約した通りね12ミリオンのままですね。まあ、これからねアストロズの高尾としてね、まあ、やっていくことになるので、まあこれでねリーグもナショナルリーグからアメリカンリーグに変わったっていうのもあるので、また対戦するピッチャーだったりとかもねガラッと変わってくるはずなので、そこもねまた楽しみにしていきたいなと思います。ということで今回はこの辺にしましょう。ご視聴ありがとうございました。